パウル・ウィド・ゲンシュタインとピアノ、左手のためのピアノ競争曲に丁調は、モーリス・ラベルが第一次世界大戦で右手を失った、ピアニスト、パウル・ウィド・ゲンシュタインの依頼を受けて作曲したピアノ競争曲であり、ラベルにとって最初のピアノ競争曲である。マルセル・マルナ監修による作品番号は M82 である。1937年に、 パリで左手のためのピアノ競争曲を弾くジャック・フェブリエとモーリス・ラベル・ウィート・ゲンシュタインの依頼を受けたラベルは果敢にも当時すでに構想していたピアノ競争曲と蝶々と並行してこの曲を作曲することに挑戦した。二つのピアノ競争曲を並行して作曲したことについてラベル自身はとても興味深い体験だったと語っている。 作曲は1929年冬に始められ、およそ9ヶ月後の1930年に完成したが、ラベルは作曲するにあたって、古今の作曲家による、左手のためのピアノ曲の数々を勉強した。1931年11月27日、ウィーンで、ロベルト・ヘーガー式、ウィトゲンシュタインのピアノで初演が行われたが、ウィトゲンシュタインは、 楽譜通りに弾き切れずに勝手に手を加えて演奏し、その上ピアノがあまりにも難儀行にこだわりすぎていて音楽性がないと非難したため、ラベルとウィトゲンシュタインとの中はこれ以降嫌悪となった。その後、1933年1月27日にジャック・フェブリエの独奏によりパリで再演されたのが楽譜通り演奏された初めての演奏となった。これ以降も、 一時的あるいは高級的な故障や欠損により左手のみで活動するピアニストはしばしば現れており、この競争曲は彼らの重要なレパートリーの一つとなっている。もちろん、普通のピアニストによっても盛んに演奏される。独奏ピアノ、ピッコロ、フルートに、オーボエに、イングリッシュホルン、小クラリネット、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、 ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、大ョ庫、小イコ、シンバル、タムタム、トライアングル、ウッドブロック、ムチ、ハープ、言語部オーケストラは競争曲としては大規模な三観編成が取られている。また、多様な打楽器とハープが用いられている点は、ピアノ競争曲と蝶々と共通している。ピアノが左手だけのために書かれているからといって、 テクスチャーが薄く聞こえないようにという配慮の一つである。レント、二長調、四分の四拍子。演奏時間は、約十八分。単一楽章の三部構成であるが、三楽章構成とも見て取れる。また、通常の競争曲に見られるような、急環球ではなく、環球環という逆の構成になっている。オーケストラパートをピアノ編曲した、自筆譜の表紙には、 混じり合ったミューズたちと記されており、叙情的な音楽、ジャズ、スケルツォ、更新曲など、異なる様式の音楽が併地された、この競争曲の性格を示唆している。第一部は、コントラバスとチェロの火星とコントラファゴットの旋律という、超低音で始まると、オーケストラが次第に高揚し、最高に盛り上がったところで、ピアノが割り込み、華やかなカデンツァを奏す 全体的に可憐なイメージの第一部とは変わって、第二部ではテンポが荒れ黒となり、ジャズ的にピアノが演奏され、途中で第一部を思わせる美しい旋律がありながらも、ユーモアに溢れている。続くテンポプリモの第三部では、第一部の回帰主題がそうされるが、すぐにピアノの非常に長いカデンツァになり、ラベル独特の精緻な技巧が、左手のみで、超絶的に演奏される。 最後はアレグロで、第2部の動きが再度繰り返され、一瞬のうちに終わる。ありがとうございます。